はい、おはようございます。キンキン膝にご飯のくらいませんこや、きたーのエイムジャパンです。お願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキンこってぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをね、やっていきましょう。よろしくします。さあ、今日もね、冒頭リュウさんでした。これはですね、キンキン膝ネタ多めまとめくんってなってまして、4個の自己紹介ネタが入ってまして、その3つ目が今日出ましたね。キンキン膝にご飯のくらいませんこや、きたー言ってますね。元気ええな、ほんま。やっぱりリュウさんの自己紹介いいですよね。本当にいつもありがとうございます。さあ、喉乾きましたね。今日もね、ぶっ決めていきましょう。さあ、今日飲んでいくのこちらです。買ってきました。これがですね、ストレート100アップルジュースっていう商品名だと思います。リンゴのジュースですね。果汁 100% だと思われます。で、これ原産国アメリカですね。いいですね。カロリー高いな。栄養成分 100ml 当たりエネルギー 60.8kcal。 めっちゃ高いですね。透明な色のリンゴジュース、テンション上がるんですよね。さあ、ぶっ決めていきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。やっぱりテンション上がるな。ジョッキしか勝たん。最高。行きましょう。これはですね、カルディコーヒーで買ったんですけど、めっちゃ良かった。うわ、なんかテンション上がるな。ボトルがまたね、なんかオリジナリティありますよね。量もいいな。さてと、匂いめちゃくちゃうまそう。わ、やば、これテンション上がりますね。匂い最高ですね。さあ、飲んでいきましょう。カルディで買ったリンゴジュースですね。いただきます。いってきます。乾杯。うまい。はい、お疲れ様でした。ガム飲みしてやりました。今日のやつはですね、このまあ容器ですね、ガラスの瓶かな、これにまあ目を引かれまして買ったんですけども、匂いとか味はですね、もう絶対どっかで匂ったことあるし飲んだことあるっていう味してます。普通に美味しい果汁100のまあリンゴジュースですよね。テンション上がりますよね。これ値段覚えてないんですけど、あった、高い、289円だ。うわ、そう思ったらめちゃくちゃ高いっすね。まあ、とりあえずですね、まあ、もし飲んでみたくなった、気になった方でしたら、ぜひね、試してみてください。さあ、最後、次回告知です。明日こちら行きましょう。これがですね、チュッパチャプスのストロベリークリームソーダっていうジュースですね。リクエストが入っても結構経ったんですけど、とりあえずね、やっと飲んでいきます。明日ね、こいつ決めてくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴してます。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。これめちゃくちゃ高いやんけ。オーライサックス。